夜那浜江浜海水浴場とは、砂浜で海水浴を中心とする遊び等を行うための海岸である。遠浅の砂浜で比較的波が少ない浜辺が適している。海水浴場と、琵琶湖など故障等の淡水に位置するものとを総称して、水浴場と呼ぶ。それなりの療養施設を設けた海水浴場が設置されるのは産業革命により、 中産階級が社会をリードする18世紀中頃のイギリスからだった。記録によるヨーロッパ最古の海水浴場は1740年イングランド東部北海沿岸のスカーバラだったと言われる。ついで1754年イギリスの医師リチャード・ラッセルがイングランド南部のイギリス海峡に面するブライトンに海水漁法漁養書を開設し大変有名になった。 イギリス海峡の対岸、ディエップに、フランス最古の海水浴場が開設されたのは1767年。ベルギー、オランダがこれに続く。1793年には、フリードリッヒ・フランツ一世が、バルト海沿岸のハイリゲンダムに、ドイツ最古の海水浴場を設立した。19世紀には、地中海に展開する。の砂浜がないところでも、大量の砂を運び入れ、 白車の砂浜を演出しているところもある。代表的な例は、ハワイのワイキキビーチで、本来、火山性の黒い砂や歴が広がる海岸線を日本風に言うところの白車清章に作り変えている。1980年代以降の日本では、砂浜が交代傾向になり、離岸艇の設置や用品などを行う海水浴場は増えている。夏ともなると、 家族連れやグループがやってきて、海の家と呼ばれる、軽食等の提供、海水浴用品のレンタル、一時休憩所を兼ねる店が開かれることが多い。海の安全が確認でき、初めて遊泳が解禁される日を、海開きと呼ぶ。現在では単に海水浴だけではなく、大きな海水浴場では、各種のイベント等が行われることがある。安全な海水浴を行うために、 地元自治体や商店街等が砂浜の整備を行ったり安全に遊泳を行うための区域を整理したり監視員を配置したりしている。近年はライフセーバーが常駐するところも増えている。また海水浴シーズンの前には必ず保健所による水質検査が行われ一定基準以上の大腸菌群が検出された場合には閉鎖される。これは 大腸菌自体に害があることを必ずしも意味せず、大腸菌が存在するから、他の有害な菌も存在する可能性が高いので危険と判断されるのである。大雨や雷が接近している場合も遊泳禁止となる。管理された海水浴場には監視員やライフセーバーが駐在している。遊泳区域を示す旗や遊泳区域を示す V ロープ、監視施設である、 監視等などの存在が特徴である。管理された海水浴場では監視員やライフセーバーが旗によって以下のような様々な表示を行っている。国際ライフセービング連盟の指針に準拠した国際的に共通するものもある。ただし海水浴場によっては異なる運用がなされるとも言う。シーズン外の海水浴の危険性、例年9月以降は 本州付近の海水温が上昇し、本州沿岸では、クラゲが増加するため、本州から離れた沖縄や小笠原諸島を除けば、海水浴は危険であるとされる。また、海水浴シーズン外は、ライフセーバー等による監視も行われず、水質検査も行われず、受水化非情報も発表されないため、クラゲが出現しなくても9月以降の海水浴は、危険である。 サーフィン等のマリンスポーツは、年中行われているが、基本的には海についての知識があることが前提で、事故が起きても、自己責任である。鎌倉時代初期の1211年には、鴨倉町名が、尾張国地田グ大野の大野海岸を訪れ、生魚のご愛も、清酒主も吉大野の歪みにすすうかさねむと読んでいる。歪みは、潮浴のこととされ、これが日本における、 海水浴の禁言とされる。1858年、江戸幕府は諸外国と州交通省条約締結した。この条約の中で、外国人の行動範囲を横浜の場合は、六号川異性、開港上から十里以内に制限していた。横浜居留の外国人の行動を制限する外国人居留地が撤廃されるのは、1899年7月17日の、 ことである。江戸時代から観光地だった鎌倉、江ノ島はこの範囲に含まれていたため、明治維新以来来遊する外国人も多く見られた。彼らの中には美しい海を見て海水浴を試みるものもあった。最古の記録はフランスの法律家ジョルジュブスケの表した日本圏文記愛である。それによると、1872年8月に片トで夕食前に、 海水浴をする。翌日我々は馬に乗って6時に藤沢に着くとある。続いて1876年夏、フランスの東洋学者エミール・ギメが片瀬の海で海水浴をしたが、電気クラゲに刺されて岸に戻ったという。米国の生物学者エドワード・モース博士は、シャミ船外研究のために江の島に臨海実験場を開設し、 1877年8月11日の日記に、同校の帝国大学の富山教授や松村助手らと、江の島の海で海水に浴すとある。しかし、この地の海水浴場解説に大きな影響を与えたのは、イシエル・ヴィン・フォンベルツである。1879年7月6日のベルツの日記によれば、 海水浴場的地を探索するため横浜から馬車で江ノ島に来訪し、翌年7月13日の日記には、鍋島公爵の子供二人を片瀬、海水浴に送ると出てくる。また、1883年、行政学校の教職員が片瀬で海水浴したという。神奈川県横浜市金沢区の富岡八幡宮の前の浜は、明治維新の頃、横浜の山手。 本木に居留した外国人の娯楽の場所となった。ヘボン式ローマ字で著名な科医ジェームス・カーティス・ヘボン博士が富岡海岸の水質が良いことから海水浴を奨励した。1881年頃に海水浴場神奈川県町という標識が建てられたという。しかしこれは外国人専用だったらしい。以後、海水浴場が各地に開設されるようになる。 日本最古の海水浴場を標榜するところを平年順に列記する。1987年制定の総合保養地域、整備法以来、開発が盛んに行われたが、一方この開発による影響も課題がある。それは、例えば偏った開発、地域の活性化に結びついていない、環境破壊などである。 また2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う津波に襲われた岩手県、宮城県、福島県では多くの海水浴場が砂の激減、流れ込んだ瓦礫などで閉鎖され、再開は一部にとどまっている。海水浴は夏場の身近なレジャーの一つだが近年、水の汚い海水浴場が増加。2009年7月29日に アメリカ環境保護団体 NRDC が行った発表によれば遊泳禁止や閉鎖に追い込まれた海水浴場は2万件を超えるとされている。1年を通じて温暖な地中海沿岸が人気である。地域名としてはスペインのコスタデルソル、フランスのコートダジュールなどにあるリゾートがヨーロッパ S リーディングビーチリゾート2012にノミネートされた。コスタデルソルでは マラガ県のマルベーリャ、コートダジュールでは中世から続くと言われるニースの中でもプロムナードでザングレが知られる。他にもイタリアにある世界遺産のアマルフィ海岸、先日のヨーロッパ、エスリーディングビーチリゾートで2008年から2012年まですべての都市で金賞を受けているギリシャのリゾートが有名である。また、ポルトガルのアルガルベはヨーロッパ、 S, S リーディングビーチデスティネーション2012で金賞を受賞するほどの土地である。ありがとうございます。